キャプチャーボードを買い去って25台以上、どうも、しばです。今回は OBS にキャプチャーボードの映像が映らない原因と対処法10選という内容で解説していきます。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しています。またコメント欄でも質問を受け付けているので、それぞれ活用しながらチェックしてみてください。まず最初に考えられる原因としては、キャプチャーボードの動作環境を満たしていないということが考えられます。キャプチャーボードの動作環境は製品販売ページやそのキャプチャーボードを販売している会社の公式サイトに記載されていることが多いのですが、購入前にきちんと確認していますでしょうか。キャプチャーボードによっては Windows や Mac といった対応 OS が異なっていますし、 CPU、GPU、メモリといった動作に必要な PC スペックも製品によって違っています。視聴者さんの質問に対応しているとたまにいるのですが、動作環境をしっかりと確認しないで購入してしまい、自分が持っている PC では動作環境を満たしていないことを購入後に気がついてしまって映像を映せなかったということがありました。なので製品販売ページや公式サイトで動作環境をまずは確認してみてください。次に考えられる原因としては、ドライバーをインストールしていなかったり不具合が起きているということが考えられます。使用するキャプチャーボードによっては、ドライバーという専用のソフトウェアをインストールしないとうまく動作しない製品もあったりします。ドライバーのインストールの有無に関しては製品販売ページや公式サイトに記載されているので、そちらを確認してから必要であればドライバーをインストールしてください。ちなみに症状としてはかなり稀ですが、ドライバーのインストール中に何らかの不具合が起きてしまってうまく映像が映らない場合があります。また Windows のアップデートが行われると、ドライバーが不具合を起こしてしまって映像が映らない場合もあります。その時は一度ドライバーをアンインストールして再インストールし直したり、最新版のドライバーをインストールすることで改善する場合があるので覚えておきましょう。次に考えられる原因としては、 HDCP を解除していないということが考えられます。この HDCP というのはデジタルコンテンツの不正コピーを防ぐことを目的とした著作権法技術となっており、キャプチャーボードを使用して PS4 や PS5 の映像を OBS に映したいのであれば、この設定を解除してあげる必要があります。この設定は非常に有名なので、すでに設定を行っている人も多いと思いますが、もし仮に設定を行っていないのであれば、 PS4 や PS5 の HDCP 解除方法を解説した動画を説明欄に記載しておくので、チェックしてみてください。ちなみにアバメディアのキャプチャーボードを使用している場合、 iPhone や iPad といった iOS デバイスの映像を映したいのであれば、 TechCentral という専用ソフト内にある HDCP の設定を解除してあげる必要があります。こちらに関しても HDCP 解除方法を解説した動画を作成しているので、実際に設定を解除していないという人は説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。次に考えられる原因としては、各ケーブルや端子の接続不良だったり、ケーブルの不具合が発生していると考えられます。ゲーム機やスマホ、カメラなどの外部機器からキャプチャーボードにつながる HDMI ケーブルや、キャプチャーボードから PC につながる USB ケーブルを一度取り外して再接続してみてください。ちなみにケーブルの端子が汚れていると接続不良を起こす可能性があるので、ティッシュなどの柔らかい素材で端子を拭いてから接続するのがおすすめです。また PC に複数の USB 端子が搭載されている場合は、別の端子に接続してみることもやってみてください。これでもダメな場合は、実際に使用しているケーブルが不具合を起こしている可能性があります。過去に視聴者さんの質問に対応していた時の話になりますが、もともと家の中にあった使っていない他の製品の HDMI ケーブルがあり、もったいないから使い回していたら映像が映らなかったというケースがあります。おそらく保管状況が悪かったり、長期間使用していなかったことが原因で、ケーブルに何らかの不具合が起きていたことが考えられるのですが、キャプチャーボードや各外部機器に付属されていたケーブルに変更すると映像が映るようになったということもあるので、参考にしてみてください。もしも元から付属されていたケーブルを使用していたのであれば、初期不良でケーブルに異常が起きている可能性もあるので、替えのケーブルがある場合はそちらに変更して試してみてください。次に考えられる原因としては、 USB 3.0 以上のケーブルなのに USB 2.0 の端子に接続しているということが考えられます。 USB 2.0 と USB 3.0 以上の端子の中にある信号を受ける部分の本数を確認してみると、 USB 2.0 の場合は下段に端子が4本あるだけとなっています。ただ USB 3.0 は上下2段になっていて、下段に USB 2.0 の信号を受ける端子が4本、
上段に USB3.0 の端子を受ける端子が5本入っているんですよね。なので USB3.0 以上の端子に USB2.0 のケーブルを接続するのであれば互換性があるので問題なく使用できますが、 USB2.0 の端子に USB3.0 以上のケーブルを接続すると互換性がないので映像が映りません。最近発売されている PC ならば USB3.0 以上の端子が搭載されていることがほとんどですが、少し古い PC を使用している場合は USB2.0 の端子が搭載されていることがあります。使用するキャプチャーボードによって USB ケーブルの規格が異なるので PC に USB ケーブルを接続する前に確認するようにしてください。次に考えられる原因としては USB ハブを使用しているということが考えられます。PC に搭載されている USB 端子が少ないということで USB ハブを使用して増設しているかもしれないですが、 USB ハブにキャプチャーボードからの USB ケーブルを接続しても映像が映らないことが多いです。基本的にキャプチャーボードからの USB ケーブルは PC に搭載されている USB 端子に直接接続してください。次に考えられる原因としてはゲーム機やスマホ、カメラといった外部機器とキャプチャーボードの間に分配器やセレクターといった別の機器を接続していることが原因で映像が映らないということが考えられます。実際にこの図のように分配器やセレクターを接続しているかもしれないですが、映らない原因を明確にするためにも分配器やセレクターといった必ず必要ではない機材は使用せず、接続する機器をできるだけ単純化して確認するのがおすすめです。このように外部機器からキャプチャーボードに直接 HDMI 接続を行い、キャプチャーボードから PC に USB ケーブルを接続して OBS に映像が映るのか確認してみましょう。次に考えられる原因としては競合するソフトやブラウザを起動していることが原因で OBS に映像が映らないということが考えられます。この競合するソフトやブラウザというのは OBS 以外のキャプチャーソフト、 Discord や Skype といった通話ソフト、ブラウザで開いている Zoom などのオンライン上で通話ができるサービス、このようなものが該当するので OBS にキャプチャーボードの映像を映したいのであれば競合するソフトやブラウザは閉じるようにしてください。OBS に映像を映すことができてからソフトやブラウザを起動するようにしましょう。ちなみにソフトやブラウザを閉じるときは画面右上にある×ボタンをクリックすれば基本的に OK ですが、ソフト内の設定によってはウィンドウを閉じても裏で起動したままになっている場合があります。その時は画面右下にあるタスクトレイをクリックすると裏で起動しているソフトを確認できるので、競合するようなソフトがこの中にある場合は右クリックしてソフトを終了させてください。競合するソフトやブラウザを閉じることができたら OBS に映像が映るのか確認してみましょう。次に考えられる原因としては電力が足りていないということが考えられます。例えばタコ足配線している電源タップに PC の電源ケーブルを接続している、電源ケーブルを使用せずに内蔵バッテリーを使用している、 PC に負荷がかかる処理を行っている、 PC に様々な機器を大量に接続している、このような様々な要因が重なったことが原因で電力不足になってしまい、キャプチャーボードや OBS の動作に必要な電力が少なくなって映像が映らないということがありますね。なのでいくつかの対策を解説していきますが、内蔵バッテリーを使用したり、タコ足配線している電源タップに接続するのではなく、壁にあるコンセントに直接接続して電力を供給するようにしてください。他の対策としては PC 内の設定で電源プランを変更します。ちなみに Windows 10の画面で解説していくので、 Mac を使用している場合は自力で電源に関する設定を調べるようにしてください。まずはデスクトップ画面の左下にある検索窓にコントロールパネルと入力してコントロールパネルを表示させてください。するとこのような画面が表示されますが、ハードウェアとサウンドをクリックしてください。次に電源オプションをクリックします。するとこのような画面が表示されますが、高パフォーマンスにチェックを入れてください。設定できたらコントロールパネルの画面は閉じてもらって構いません。他の対策としては OBS を管理者権限で起動して処理の優先度を上げ、必要な電力を OBS に優先的に回すように設定していきます。やり方は非常に簡単で、デスクトップ画面に OBS のアイコンがあると思いますが、この上で右クリックして管理者として実行をクリックして OBS を起動しましょう。たったこれだけで処理の優先度を上げることができ、必要な電力を OBS に優先的に回すようにできるので、参考にしてみてください。最後に考えられる原因としてはキャプチャーボードの故障ということが考えられます。
キャプチャーボードは精密機器になるので、出荷の段階で問題がなかったとしても、自分の手元に届くまでに何らかのことが影響して故障してしまう可能性があります。ここまで解説してきた対処法を行っても映像が映らないのであれば故障の可能性が高いので、購入したお店やキャプチャーボードを販売している企業のサポートが受けられるのであれば、そちらを活用して対応するようにしてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで OBS の各種設定方法やキャプチャーボード関連の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。